はい、こんちゃんばんは、ガンズです。さあ、天水の桜姫やっていきましょう。前回ね、この新居、住むところが決定いたしました。で、冒険に私は出てきてほしいというふうに言われて、この辺のね、田んぼとかはこの田植えもんとかがやってくれるというようなところで終わったかなというふうに思いますので、早速冒険に行こうかなと思うんですけど、一応話ね、聞いてみましょう。それがしは稲の芽出しまで済ませておきます。あー、オッケーオッケー。ということはやっぱりその間に冒険していかなきゃいけない。これなんだろう、調べてみよう。七草、よもぎ、よもぎ、あー、食べ物をね、こうやって手に入れた。カエル、カエル、タニシ、七草、あ、だから、田んぼもあれなのかな、カエルとかタニシとかがいるといいってことなのかな。無農薬野菜に、さあ、ここでね、なんかいろいろ取っていかないといけないでしょ。おー、これか、すごい自然治癒。あ、すごい、なんだ、なんか取れるぞ。エンドとか、あー、そういうのを取ってくるのね。ということはなんか建築とかできるのかな。オッケー、よし、ナイス。いや、このね、アクションがね、意外とめちゃくちゃ楽しいわけですよ。よし、不用意にね、近づいてきてくれるなら。待って、なんかいる。いやー、なるほど、弓使いがいる。弓使いを先に倒す。剣持ってない、こいつ。武器持ってるやつから倒しても、そういう風にしないとダメだ。なんだこれ。いや、痛い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 、飛んでるのずるい。オッケーオッケーオッケー、危ねえ。よし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 、これ全員倒さなくて、本当はどんどん進めそうだけど、なんとなく全員倒したんだけど、それは私だけかもしれない。 OK、 全員倒したな。このモーションが出るってこと、あ、 OK 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 OK、 倒さなきゃいけなかったのか。これで終わりかあったりしたことないの。まだどこかに隠れているやもしれません。時を切り、再び訪れてみてはいかがですか。食材になりそうなものを取れたし、そうするかの、さあ帰って飯じゃ、飯。メニューで X ボタンを押すとワールドアップに戻れます。あ、この辺取ろう。取り逃しはね、もったいないんで、取りこぼさない。 OK、 なんか達成したけど、はい。雨降ってる。ゆいちゃんどうしたの、ブルブル震えて。おかえりなさい、神様。カイマルどうした。何かあったのか。わしは疲れてるんじゃが、お侍のおじさんとこ行ってけらい。納屋の前さいるから。嫌なよ、嫌な予感するね。するよ、めちゃくちゃする。カイマルが怯えてるやん、カイマル。
なんだ。おいらたちば植えたつきか、このあんこたれ。金太、怒るすぎる、よくないです。みんなみんな失敗ある。すまぬ田植えも、まさかお前ミスったのか。目出さなかったな。ああ、ふんけだつ。騒がしいの、一体何があったんじゃ。こいつ種もみば水さ流してしまったな。出た。なんじゃと。それじゃもうこれはできるのか。手元に残ったのはわずか一つまみ。おい他はすべて。おい田植えも、聞けば野良仕事は見よう見まねでろくろくできた試しがねんだと。ねえのかよおい。まったく、とんでもねえ足絡みでねが。ほんとだよ、もう金太いいぞ。でかいの、お主任せろと申しておらんかったか。言ってた、任せろって言ってた。一体どう始末をつけるつもりじゃ。恐れながら、実はそれがしには武芸だけではなく何の才もありませぬ。ただでかいだけ。野良仕事も下手の横好き、いつも百姓たちの邪魔になってばかりにござりました。おい、この島で稲作を知る者はそれがしのみとお見受けし、こたびこそはと奮起してみたのではござりまするが。田植えも、面目次第はありませぬ。かくなる上は腹を切って。そういうことを申しておるのではない。切ってもね。やめせ、死ぬならおいらたちの目が届かんとこでやれ。そう、一人で隠れてやれよ。でもそんな勇気もないんだろ。たぶんどうせお前は、お主の死など誰も望んでおらんわ。皆の食い物をどうするのかと聞いておるんじゃ。食い出が減るのは悪くねえかもなや。金太言うね。こいつ恋で食う量だけは小人前だ。まったくさもしいもんだべ。ストップミー。おお、見るって。なぜ田植えも傷つけるですか。田植えも優しい、失敗あるだけです。おお、見るって。見るって、ヤナトビと違うますが、わかる。絶対おかしい。今ヤマトビと。もうわかった。トライの者にこう頭から叱られては立つ瀬がないわい。見る手と言ったかの。お主に免じてここは矛を収めるとしよう。今宵は皆わしが取ってきた肉でも食うて早う寝てしまえ。お主もそれでよいな。さすが神様。おお、今度は何じゃ。見る手、料理得意です。お、いいね。今日は私の国の料理作ります。おー、美味しい。お主の国の料理か。どこだか知らんが、そいつは楽しみじゃの。ならばこの肉を任せるとしよう。何作ってくれんの。オーケー。焼肉ではないことが、これ確定したね。普通に焼くだけじゃないぞ、多分。いや、普通に焼くだけか。だって、調味料とかないもんな。なんだ？いただきます。焦げた塊。まぐね。ちょっと待って、焦げた塊。これを食えと申すのか。ごっつおさんでござりした。食うた食うた。ごちそうさまでした。これ好き。満腹がマイナス25なんだよ。傷んでるやん。待って、残った種もみから無事芽が出てござりまする。次はいよいよ田植えですが。田植えなら任せられるのか。いつぞやは張り切りすぎて苗を潰し、後ろ足で畔を崩してしまい。めちゃくちゃではないか。本当だよ、めちゃくちゃじゃねえかよ。そこまで行くと下手とかそういう類の話ではないぞ。本当だよ。
何を見ておる。まさかこれ以上わしに働けと申すのではあるまいな。考えてもみよ、奉納する稲を北条氏自ら作ってはおかしいではないか。いえいえ、何一つおかしなことなどございません。我が国の北条氏とは元来そうしたもの、ね、お母上の豊花様はもちろん、主神カムヒツキ様ですら毎年の田植えはしておいでなのですぞ。なんということじゃ。一番偉いカムヒツキ様までもが働いておられるようでは困る、ね、一番偉い人がやってんだらやらざるを得ないね。ですがこうなっては人の子らには任せられぬでしょう。他には女子供たちばかりなのですから。そうだね、田植えも以外は、ね、なーに、きっとうまくいきますとも。お姫様は他ならぬ豊花様の血を引いておられるのです。そうそう、母さんの血引いてんだから。知識だけは自信がございます。偉そうにするな。これがしがお教えいたしましょう。昨日の今日で偉そうにするってないわ。そうだ、同意、激しく同意。田んぼに入ります。田植え、 Y で田植えを始める。とりあえずなんかやり方聞こう。Y で田植えするって聞いて、とりあえずこれ調べて。探知美しい、いいね。端っこからやりたい。この辺から始めるか。あ、ないこれ、なるほどなるほど、後ろにこれで下がる。むずいぞこれ操作。ちょっと待って、走るってこれで走れる。あ、場所が変わるってことか。あー、オッケー。ちょっとこれむずいんだけど大丈夫か。どうやってる？あ、X。 なるほど。ちょっと待って、ちゃんと向いて、ちゃんと背中をこっちに向けて。そう。あ、待って、いや、まっすぐ植えたいの、まっすぐ。よし、これだな、この角度で長押し。あ、嘘。あ、嘘、曲がっちゃった。激ムズこれ。曲がってる。いや、これでもう行くしかない。いやー、むずいなぁ。これで行こう。まっすぐ植えたいんだけどなぁ。まっすぐ植えとかできないからなぁ。あ、これ手に取るのか。いや、8本植えたら1回手に取らなきゃいけないから、ボタンが変わるっていうのは難しい。こう。嘘。こう。はい。一回止まって戻って、はい。あ、上手くなってきたんじゃない。あ、ちょっとここ近いな。まあ、しょうがないね。田植えもんに任せるっていうのがあるけど、それだけは絶対にやっちゃいけない気がするからやりませんよ。はい。でね、手に取る。はい。あ、うまくなってきた。まっすぐじゃね、ここ。まっすぐじゃね。はい。オッケー。はい。手に取る。はい。オッケー。いいじゃん。ちょっと、いつだけこの横にそれるのはすごい嫌だけど、まあ、しょうがない。はい。はい。手に取る。あいつじゃないか。はい。あー、曲がっちゃった。はい。終わり。終わり。
十分な間を置いて植えたぞ。粗食、あ、これもなんかあんのかね。植えた蜜の粗食。腰痛いね、腰痛い。お見事でございました。初めてとは思いません。ほう、もしも経験するとは思えず。で、この後どうなる。はい、夏の間は草を取りながら稲を見守るっていうことになります。よくよく育てるには水加減も肝要と聞きましたが、これはまた後々でも良いでしょう。何よりまずは草抜き、刈り取りで、刈り取りまではこれをお願いいたします。なるほど、まずじゃあ草取り